組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 ツイキャス、 YouTube ライブでの映像と音声をネット配信もしています。はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました K&K のミュージックキャノン。早速今日のラインナップいきましょう。今日は6話メタルでガールズバンドメアリーズブラッドで、アニメソングのカバーです。ドライバーズハイ、魂のルフラン、ペガサスファンタジーの3本と、はい、ポップスからは、インフィニット、タシトロア、BTD、パラディスの3曲をお届けしてまいります。ではラジオのボリューム上げていきましょう。どうぞ。この番組のコンセプトは、電波の方では音楽しか書けなくて、で、裏話をするオープニングはあんな感じであっさり今日のラインナップを言って、で、その後ろでこうやってトークでツイキャスとお話ししたりとかします。そうなんです、わかりました。もしも、はい、かっこいい。うわー、いい、超かっこいい。うん、いいね。懐かしいっすね。いいでしょ、アニソンのカバーだぜ。女の子この低音で歌うの大変そうですね。大変だと思う。でもまあまあかっこいいんだよ、はい、迫力あるからね声。あ、兄さんがこんばんはって。キャンさん、兄さんこんばんは。ちょっとなんか原曲よりも低く聞こえますね。あえて低くしてるんですか。よいしょ。じゃあ特注用の写真を失礼します。はい、失礼します。あ、そっか、タイトルが追いついて、いろいろ追いついてしょうがない。いつもキャンさんありがとうございます。パタパタの中、ちょっと直前に僕もいろいろとリュードラの本件を送ったりとか。プロレスの方ね、はい、はい、ではお取りします。いきますよ。ちょっとですね、ピントが来た。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。 Thank you。 兄さんが今日は他にゲストがいらっしゃいますはてなって。いや、スタッフさんです。ちょっと研修で一緒に入ってもらってます。そうなんです。全然自由に喋っていいですよ、この番組は。じゃあ話しますね、ちょいちょい。基本ラジオで曲しか流れてないんで、こっちの裏側は。そう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 。はい、今日お送りしているのは、メタルでメアリーズブラッド、ガールズバンドですね。初めてメタルでガールズ取り上げたかも。いかがでしょうか。アニソンのカバーを、先週カバーアルバム出したということで、この3曲選んで流してます。ぜひね、曲聴いてかっこいいなと思った方々は、本人たちのオリジナル曲も調べて聴いてみてください。原曲は分かる人はもう分かる通り、アニメ GTO のオープニングに使われた、はい、ラルク・アンシエルのドライバーズハイ、ドライバーズハイの、カバーですね。僕 の、 カラオケでの定番曲です。イエーイ、はい、いいね、マジで。これ気持ちいいんですよね、スカッとする歌ですよ。当時ね、なんかあれだったよね、特典がね、このアルバムがなんかラルカシエルのね、はい、買った人で応募したら、ラルク・アンシエルのメンバーが選ぶドライバーズ、ああありました、ありました、うん、ドライブするときに聴きたい曲集みたいな特典になってますみたいな。で、あと後々になってくると、ラルク一回活動休止するじゃないですか。ああ、するする。活動復活したときに、この、シングルで発売されてる、うんうんうん、このカップリング曲で、はいはい、他のメンバーが歌うドライバーズハイとか言ってあったね。めっちゃかっこいいと思って。そこら辺からあれだろうね、
あの鉄はもう独立を考えてたんだよですよね。ソロとかね。なんかメンバーが入れ替わってみんな歌えるっていうのはやっぱかっこいいっすよね。そうそう、パートチェンジできるもんね、はい、あの人たち。パートチェンジできて全員歌えて全員楽器全部できる化け物ですよ。最高でしょ。メタルバージョンも確かあったと思うんですよ、あの本人たちが。ぜひあのそれも検索して聴いてみてください。なんかテイストがメタルチックなのも結構あったと思うので、いろいろテイスティングできるもんね。いいわ本家、本家ね。あのぜひ今回のカバーを聴いた人は本家の方も調べて聴いてみてください。今流れているのは魂のルフラン、これは、アニメエヴァンゲリオンの、はい、使われたエンディングでしたっけ、それともオープニングでしたっけ。これあれか、あの劇場版、劇場版でした、劇場版だったんです。エンディングをこうちょっとほら今最近エヴァってまたエンディングちゃんとやろうとしてるさ、はい、昔エンディングをこう決めきれなくて無理やり歌を流して終わらせたっていうそうなんですか裏話で。へえ、まあ、今年こそは公開されるのかな。あ、見たいですね、早く続きが。新しいやつなんかめっちゃ内容変わってますからね。なんか兄さんがなんか書いてるぜ、キャンさん。ん？私はパラノイド。デルージョン。デルージョン聞いてます。パラノイドデルージョン。多分ラルクの歌ですかね。ラルですね。僕はあのスノードロップが一番好きですね。あ、好きな曲を言ってくれたんだね、兄さんが。なるほどですね。ちょっと検索してみましょう。うん、もしかしたらグループの話ね。ちょっとあの調べてみるね、兄さん。いいね、メアリスボラット、楽しみ。日本でね、ガールズメタルいっぱいあるんですけど、今日はアニソンカバーっていうものを選手出したということでこの方々を取り入れてるんですけども、レアリーズブラッド、ぜひ検索してみてください。めっちゃかっこいいです。でメアリーズブラッド、検索する上でもともとやってたバンドが結構メタル好きの中で有名なガールズバンドで、そこを調べて、派生 していったバンドを追っていくとさらに楽しいかもしれない。うん、あ、そうそう、キャンさん聞こうと思ってたんだよ、はい、メアリーズブラッドのね、この名前の由来がね、カクテルなんだって。あー、はいはい、ブラッディ、ブラッディメアリー、メアリーっていう飲みやすいカクテルですよ。あ、そうなんだ、はい、ブラッディメアリー。だからキャンさんに聞こうと思ってさ、俺酒飲むからよくわからんけどあのトマトジュースと、ビールを混ぜたカクテル。あ、前になんか木文さんが言ってたっぽいやつ。ブラッディメアリー、僕の友達で好きなやつがいて、うん、じゃトマト系はいけると思って、うん、トマト系 あのカクテルお願いしますって頼んだら、うん、スープみたいなめっちゃきついやつが来て自分別で来たんですよ一人で来たんですけど、いきなり呼び出されて、おーい、今日来た、これ飲めって渡されてただで一杯飲みました。いける、キャさんはいける人、何でもいけますけど、なんかウォッカベースのやつで、ちょっと名前を覚えてないんですけど、トマトのこの、あ、レッドアイもそうなんですけど、あ、そっか、レッドアイがあれだ、ビールだ。ブラッディメアリーなんだっけな、ブラッディメアリー、そう、僕が飲んだ方がブラッディメアリーでしたね。あ、なるほど、こういうやつ、ウォッカと混ぜるトマトジュースのやつがあるんですよ。あ、酒は、要はあれ、混ぜる酒の種類で違うってこと。そうそうそう、名前変わるんですよね。兄さん酒好きなのかな、レッドアイ、はてなって。そうだ、レッドアイの方がビールだ。で、このカクテル飲んだ時に本当にもうす味がスープなんですよ。トマトスープなんですよ。濃いってことで、キンキンに冷えてるんですよ。キンキンに冷えたトマトスープのお酒を飲んでるって感じ。冷製トマトスープ。別に自分は平気なんですけど、ちょっとしかも胡椒かかっててめっちゃ辛いんですよ。あ、本当だ、塩胡椒タバスコって出てます。えぐい。今ページ見てたんですけど、ああ、ナイスアシスタント。じゃあブラッディメアリーこっちの方です、はい、素晴らしい、ナイスアシスタント。お、ペガサス幻想に入りました。あ、いいね、ペガサスファンタジー、
ペガサス幻想、これは、セイントセイヤのオープニングですね。セイントセイヤ、ぜひ、ね、あの本家の方も聴いてください。メイクアップです。お兄さんが何か書いてる、上司が翌日言わないからよく飲むって言ってましたよ。そうあのトマト飲むと、うん、あのリコピンが入っているのでアルコール分解してくれるらしい。そうなんだ。あの酔いにくくなる。ほほほほほ。でも調子乗って飲むと全然変わらないっす。あ、はい、まあまあまあ、まあ、キャンさんのこれは多分あれですね、実証したことですね。僕はそうですね、だいたい調子乗るといつもあのビールは10杯以上飲むんで。わすごい、えぐい。まあ、ビールでは酔わないですからね。あ、そうそう、このペガサスファンタジー本人歌ってるんだよ、一緒に。このペガサスファンタジーを歌ってる本家、本家出てます、ノブさん出てます。へー、あ、本当だ、声が入ってますね。かっこいい。あー、たまらんね。ぜひあの、あ、カバーなんでね、興味のある相手方は本家の方も聴いてください。この歌で思い出深いのが、うん、テレビで紹介、バラエティ番組で紹介されてたんですけど、はいはい、外国でも人気がありすぎて、そう、あのオーディション番組でめっちゃフランス人が熱唱してるのが、うん、ヨーロッパ系の、はい、ね、で男の人なんですけどめっちゃ下手なんです先生よって熱く歌ってるんですけど、もうめっちゃ大爆笑されてて、かわいそう。いやでもそれだけね、アニソンってもうほら世界的なねものだからね。でもあれだけ熱があって人前で歌えるっていうのはやっぱ大事っすよ。人前で歌えない人の方が多いですか。あ、多い多い。いいね、かっこいいね。僕も昔から下手な時代から人前で歌うの好きだったんで子供の頃はみんなああいう風に温かく見守っていただいてたんだなと。オンチって言われてたんです、ずっと小学校の間。いやいやいや、あの音痴は誰しも通る場所。あの懲りずにずっとあの歩きながら歌ってます廊下で。あ、ほら先週さ、なんだっけ、魂さん出た時にさ、あのひふみさんの番組に、はい、キャンさんと同じこと言ってたよ。ブルーハーツ聞いて、あの目覚めた時に廊下で暴れ歌いまくる少年になったんですよ。そうなんだ。同じこと言ってたよ。サッカーの授業やりながらずっと歌ってました。走りながら。器用だな。全く同じこと言ってた。ウルトラソン。キャンさんはビーズが大好きなんですよ。もともとビーズ好きから音楽好きになり始めたんで。そうなのよ。ビーズの話した時にね、ちょうどほらラウドネスの話とかもしてね、はい、でラウドネスの話からメイクアップとか飛んでね、ペガサスファンタジーとかどんどん魚持っていったりして、かっけえな。マジで、はい、じゃあ一旦 CM を挟みます。はい、あ、しかもちゃんと流してくれた、ありがとう。キャンさんぼっちり今日は実際に理由があるんですよ。マジで、はい、全部フルで流し切れます、ね、最高。あのフルで流し切れるときが一番嬉しいですね。6曲丸々流せないときもあるんですか。流せないときもある、しょうがなく、やっぱりこの選んだ曲が長いとかね。でもそこをキャンさんがうまいことつなげてくれるから、だからキャンさんいないと成り立たないのよこの番組。一応いつも念のために時間を全部計算して、すごい、先にどれぐらい足りないのかなっていうのは配分してキャンさんいて成り立つ K&K だから。おー、K&K K&K のミュージックキャンプ、まあ、最初僕が入っての K&K じゃなかったけど最初はね、カウンさんが、そう、カウンさん、カウンさんもしパーソナリティさんがいて。そうなんですね。お仕事今お忙しくてなかなか来れない。いや、もう最初でキャンさんに会った瞬間に、あ、これはもう一緒にやらないといけないなはい、後半解説聞きましょう。インフィニット、解説聞きましたね。ちょっと読み上げましょうね。はい、ちょっと僕の方で解説読み上げたいと思います。はい、お願いします。カオさんから解説来てます。はい、ちょっと準備するので少々お待ちください。はい、よいしょ。いいね、これ
はい、男性グループだね。男性グループです。ウィームエンターテインメントから誕生したグループで、ソンギュ、エル、ドゥング、ウヒョン、ホヤ、ソンヨル、ソンジョンの7人からなるインフィニットは、2010年6月9日にデビューアルバム、ファーストインバージョンを発表。リード曲のタシトロは今流れている曲ですね。で、アイドルという枠を超えた音楽性と一糸乱れぬダンスで鮮烈なデビューを飾り、ファンの間ではすで、によく知られたエピソードだが、時には1日18時間にも及んだという練習で身につけたダンスは芸術品と。え、やばいよ、1日18時間はえぐいよ。残り4時間、あ、違う違う、あ、残り6時間で食事、睡眠、お風呂いや、きっとこの練習の中にも食事も盛り込んでるね6時間はもう睡眠となんといやすごいですね。すごいな。またミュージックビデオや、ステージ映像も素晴らしいが、できれば YouTube で公開されている固定カメラで撮影した練習映像を見てほしい。ああ、なるほど。サソリダンスで話題になった、BTD という楽曲の映像、こちらはですね、この後流れる2曲目なんですけど、シンクロ率 99.9% の代名詞でトップアイドルの名前入りを果たし、そのクオリティの高さは驚くに間違いないと。99.9 シンクロ率ね、メンバー、ちょっとこれ気になりますね。メンバー7人もいるんですよ。これあのぜひ YouTube、で検索したときに BTD の固定カメラによる練習風景が見れるので、ね、はい、あ、それ絶対見た方がいい。母国でブレイクするきっかけとなったシンクロ率 99.9% と呼ばれ、息の合ったダンスパフォーマンスを武器に日本上陸し、目覚ましテレビでも取り上げられ話題となったグループです。ほうほうほう、ということで、カウンさんから解説届いております。 Facebook の方にはあの写真とかも載せてありますので、ぜひぜひ検索して、FM ディナーを検索して Facebook です。ちょっと詳細見てみてください、はい、キャンさんがいつも細かくあの載せてくれてますので、ぜひあのカウンさんが送ってきた解説の内容と写真を見てください。 BTD ね、 BTD。 カウンさん今日も解説ありがとうございます。いいね、練習風景見れるんだ。そうなんですよ。えぐいな、18時間練習したら死ぬな。あの好きなことでもそんなに練習するのはしんどいです。18時間でしょ。えぐいよ。僕陸上やってたって言うじゃないですか。うん、陸上で先生によく言われてたのは2時間以上は無駄って言われました。あれね、あの最大限生かすためのね、はい、筋肉をね。あの集中力のある間に、あのスポーツパフォーマンスはどうしても集中力が必要なので。うん、集中力を持つ2時間の間に全部終わってる。特に僕たち短距離種目っていうのは、あの、はい、ずっと心肺機能を鍛えるような種目ではない、うんうん、走るような種目ではないので、だからそれを徹底してたんですけど、そういう世界からいた人間からしか考えられないです。キャンさんが出会ってたことだから、もう18時間をギュッとするような感じ。そうです、そうです、そうです。やっぱりこの18時間っていうことには、あのメンバーと合わせるとかっていうの一体感とか、疲れた状態でもどんなパフォーマンスもできるっていうところが入ってると思います。あ、なるほどね。そういう意味では追い込んだ後の最後の練習って大事だよっては言われてたので、要はもう力が入らない、疲れ切った時にちゃんとしっかりした走りができるか、しっかりしたフォームができるかっていうのは、それも確かに陸上では重要って言われてたんですけど、ただだからやはりダンスもそうなんでしょうね。18時間、ただ単に拷問ですよね。まあまあまあ、でもそれをね、ほら練習風景しっかり見れるんだったら、こなせるっていうのはやっぱすごいことですよ。ぜひその画像を検索して見てみてください。インフィニットで BTD 検索しようね。ビフォーズダウン、この後なんだけど、あの音楽が流れるから、その間ちょっとミキシングの練習しましょう。はい、昨日のスピーチキャッスルの続きは、はい、来週は担当してもらう。おー、来週ついに。
そうそう、兄さん、今日いらっしゃる方はですね、キャンさんの後輩になります。後輩になります。画面外にいるけど。画面外にいます。そのうち画面に映るようになる。その時はお願いします。まあ、姉妹曲で映ってるけどね。確かに、ガッツリ映ってますね。ガッツリ映ってる。僕は FM コザにいるんだけど。コザ、はい。コザの帯番組で火曜日担当します。火曜日担当。火曜日、喋ってます。あ、兄さんが後輩さんなんですね。はい、後輩になりました。ラスト、これがパラディス。パラディス、パラディス。このインフィニット、うん、実は自分も先々月ぐらいダウンロードしてたなって。ほう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 。このオープニングノートで気に入った曲があったんですよ、うん、でそれでちょっと DJ 使おうかなってダウンロードしてたんで、おこのタイミングで来たと、ちょっとワクワクしてました。その時はインフィニティだと思ってたんですけど、インフィニットなんだ、うん、読み方とかやっぱ韓国も難しいですよね、うん、いろんなグループありすぎて。俺この1曲目まず読めないもん。タシトロワです。タシトロワ、タシトロワ、これハングル難しいですよね。キャサよく書いたなこれ。いや、ただ見よう見まねで書いただけですよ。言うかな、キャンさんがあのハングルで入ってくる。ギリギリ見える感じ。今最後の曲パラディスが流れてますが、今日前半お送りしてたのはメアリーズブラッド、というバンドで、アニメソングのカバーアルバムを選手出してるんです。その中からドライバーズ、はい、魂のルフのペガサスファンタジーをチョイスしました。ぜひね、メタルガールズバンド、メタルのやってるガールズバンドって結構いるんですけど、こういまいちなんていうか、知名度がうまいことこう伸びていかないっていうのがあって、マニアックなのかな、やっぱり音楽的に。ガールズメタルなんか結構意外と言いますからね。ぜひ検索する際はですね、デストローズっていうガールズバンドをまず検索してみてほしいですね。そこからの派生系が結構いっぱいあって、デストローズっていうバンドから派生したガールズバンドがいっぱいあって、その中にメアリーズブラッドも、入ってますので、結構ガールズメタル好きな人からしたら検索すると楽しいと思います。デストローズっていうバンドからね、6、7、8ぐらい結構なバンドに派生してるメンバーめっちゃ自分今初めて気づきました。 YouTube 配信されてる。そうなんだ。まあどんまいだね。あとでツイキャスの動画あげましたね。そういうこともあるさ。慌てすぎて上がってなかった。いう気づいてくれてありがとう。キャンさんいつもバタバタだから。そう、すごい。机でも一応大会あんまり使うんですけど、後ほどツイキャスの方の映像を上げますので。すいません、ありがとうございます。すいません、もうドライバーさん、たまにはヘマします。いやいや、しっかりいつもね、やってくれてるんで、うん、はい、じゃあ曲が終わったのでエンディングいきますね。はーい、1分か、まあ、エンディングだけで全然いいかな。はい、好きなバンドとかある？好きなバンド、今日も聴いてくれてありがとう。また来週もプレイリストを上げて放送します。それではまた来週。ほうほうほう、また来週。トップナンバーって言ったら、はい、最高です。
ックナンバーですね。バックナンバー、そうですね、結構ここ数年人気が出たバンドですね。分かるよ、分かるようで、分かるようでいまいちこうドラマの主題歌とかめっちゃ多い。そうですね、結構恋愛の歌が多くて。ああ、映画とか、映画よりドラマが多いですね。どういう系のバンドなんだろう。ぜひ俺もチェックしてみよう。バックナンバーはなんて説明したらいい。バラード系っていうのか、まあでもそうですね、バラードでもあんなに落ち着いてもないんですよ。ロックバンドなんですけど。ああ、なるほどね。よし、じゃあちょっと調べてみる。バラードじゃない曲も結構あるので多くて、多いですね、結構そっちが好きだったりして私は。あとなんかちょっとアンニュイなっていうか、変わった雰囲気を持ってるバンド。はい、じゃあ放送終わりました。はい、今日はありがとうございます。ちょっと後半あれでしたけど。いいね。そっか。皆さんありがとう。YouTube 大丈夫だよ、気にしないで。曲流せてるから超嬉しい。後で再アップします。ダンス私もちょっとだけやったりするんですけど、そんなシンクロ 99.9 でしたっけ、パーセントってすごい、なんかなかなかできないですよね、そのシンクロすることって。絶対